さ、悩みがあるんだ。え、何？悩みって何？いやさ、DJ としてもうちょっと突き抜けたいんだ。あ、え、でもなんで急にそう思ったの？なんかさ、煽りが下手とか、キャラもうちょっと出していいとか、もうなんかよくわかんなくなっちゃって、どうしたらいいんだろう。いつもライブで滑ってるもんね。滑ってないし。滑ってる滑ってる。いや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 、そんな、いや、ゆうこだって滑ってるから。わかった。え、いいこと考えた。え、弟子入りだよ。弟子入り？そう。いや、誰に？ね、キャラのめっちゃ濃い DJ さんに弟子入りすればいいんだよ。そんな人いるの？いや、いるなら弟子入り。それがいるの。え、こっちに。あそこにいるから、ちょっと行ってみよう。あそこにいるの？そうそう、なんで？なんでいるの？ね、なんで？なんで？いいからいいから。なんでよ。こっちこっちに。なんかね、ここにいるから行ってみよう。ここ？うん、うん、行くよ。はい、失礼します。失礼します。え、いない。あー、おおだから妖怪じゃない。DJ さん。そう。君たち何ですか？あの喋った。私たち、あのライムベリーって言うんですけど。はい。DJ お嬢さんですか？あ、ごめんなさい。DJ お嬢です。ガキレンジャー DJ お嬢、2001年ヒップホップグループマイカデリックのバック DJ として ABEX カッティングエッジよりメジャーデビュー。2013年コカ・コーラ社&ブロック FM 主催の DJ 世界大会バンワールド DJ コンテストでのジャパンファイナルまで進出。2014年ミックス CD プラネタリウムをユニバーサルミュージックよりリリース。2017年ヒップホップグループガキレンジャーへメンバー加入。2018年ネットラジオダースレイダー &DJ お嬢のハー放送開始。365日和服の日本男児 DJ お嬢、Bring that beat。 はじめまして。はい、はじめまして。ちょっとうちの DJ おもちがちょっとお願いがあるみたいなんですけど。あ、お願い。はい、ちょっとレコード今洗ってたんだけど、ちょっと いいかな洗っちゃって。あ、はい、待ってて。え、大丈夫？あの DJ ってレコード洗うのがほぼメインの仕事だから。あ、はい、はい、こうやってね、洗って綺麗にやることによっていいスクラッチができるよ。よし、これいいな。でも小豆屋根しか見えないんだけど。ねえ、大丈夫なの？大丈夫、大丈夫。本当に？それで、何ですか、はい、話は。あ、いや、はい、僕を、うん、弟子にしてほしいんです。弟子？はい、弟子。はい、弟子とかちょっとね、そういうシステムないんですよ、僕の方って。そうなんですか。ラインベリーさんですよね。はい、ね、そうです。 DJ おもちさん。ライムベリーの DJ おもちです。あ、僕知ってますよ。え、ライムベリーさん、ライブ見させてもらったことありますんで。そうなんですか。なんか多分弟子とかになる必要ないと思いますよ。スキルもあるし。でもちょっと、はい、悩みがあるらしくて、ライブでもっとこう盛り上げたいってさっき言ってたんですよ。ライブで、はい、ライブで、いや、盛り上がってたから大丈夫だと思いますけどね。いや、はい、とにかく弟子にしてください。え、率直に皿とか洗える？今みたいなの。なんで皿洗わなきゃいけないんですか？いやいや、DJ です。洗います、洗います。何でもやります。ヒップホップ DJ の基本ですよ。意味がわかりません。いや、そんな態度で来られてもな、ちょっと嘘です。弟子とか。あ、わかりました、わかりました。皿でも何でも洗いますから。とにかく弟子にしてください。厳しいよ、もしやるとすると。大丈夫です。パワハラ的なこともあるよ、多分。パワハラ？セクハラはないと思うけど、パワハラとかさ、やっぱ今やっといた方がいいあれでしょ。いや、大丈夫です。大丈夫？はい、本当？はい、メンタルは強いので。大丈夫？ DJ さん、こんな大丈夫です。僕のところに預けちゃって。たくさんちょっとしごいてください。この DJ もちを成長させてください。お願いします。じゃあ、やってみる？いいですか？やってみる？やる！やるか！やる！よし！ありがとうございます。やった！やった！やった！もちちゃん、預かることになりました。 DJ お師匠、頑張ります。よろしくお願いします。イエイ。それではちょっと DJ お嬢さん、あとはこのもちをお願いします。一人になるの？バイバイ。え、頑張ってね。そうなの？